はい、今回の動画は Windows10 のクリエイターズアップデートをすぐに適用させない方法を解説をします。 でまあ、2017年の4月から、ですねこの Windows 10の大型のアップデートですね、クリエイターズアップデートというのが始まってますけれども、まあ、こちらはですねもう自動更新なので、Windows 10を使っている方はですね、まあ、いずれは更新されてしまうんですけれども、まあ、こういったですね大型のアップデートが出た時にですねもうすぐにでも適用したいっていう人もね、まあ、いるでしょうし、まあ、その逆でですね、えー、すぐには適用したくないっていう方もいると思います。であともう一つ言えるのは、ですね、まあ、こういった大型のアップデートっていうのは、このアップデートされた直後っていうのは、いろいろ不具合が出たりとかするので、 まあそういった意味でもですね、このアップデートをね、いずれするにしてもですね、できるだけ後ろにずらしたいと言った場合にですね、その設定をすることができますんで、今回の動画ではですね、こういったアップデートをですね、できるだけ遅らせるという設定方法を解説をします。それではね、まず設定の画面を開きますんで、この左下のスタートボタンのところをクリックしてもらって、この設定のね、歯車のマークのところですね、こちらをクリックします。次にですね、このね、更新とセキュリティという項目がありますんで、こちらをクリックしてください。 そうすると、この Windows アップデートという画面が開くと思いますので、この中のこの詳細オプションというところですね、更新プログラムの設定というところですかね、この中にある詳細オプションをクリックしてください。 はい、そうするとです、ね、今、こちらのパソコンは、ですねもうすでにクリエイターズアップデートを適用させてしまっているので、ちょっとそのですね文面がないんですけども、まだですねこのクリエイターズアップデートをしてない段階では、ですねこのね更新プログラムのインストール方法を選ぶという中に、ですね機能の更新を延期するという項目があると思いますんで、そこがですね通常だとチェックが入ってないので、そこにチェックを入れてください。まあ、そうすると、ですね、まあ、あのいずれは更新はされてしまうんですけども、まあ、大体です、ね、何ヶ月、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらい、ですねこの自動更新っていうのを少し後ろ にずらすことができますんでまあ今回のですねこのクリエイターズアップデートをねまあ、ちょっとすぐには適用したくないなというふうに思っている方はですねこちらのねところ詳細オプションのところにですねチェックを付けておいてもらえるといいかなというふうに思いますそれではね今回の動画は以上になります今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました